はい、こんにちは、ムスさんです。今回ですね、こちらのポータブル、プレイヤーですね、また買ってきました。お前何個ポータブルプレイヤー買うんだって話なんですけど、結局前の東芝のやつは、やっぱりこう、ちょっとした音が気になってですね、あんまり使ってなかったんですよね。で、この間燃えるゴミで、じゃあ燃えないゴミで、もう捨ててしまいました。そしたら今度ソニーのやつが見つかったんでね、これはどうだろうなと思って買ったわけですよ。で、僕は前も言ったみたいに、ポータブル DVD プレイヤーに用途の可能性、使う可能性を、感じたので、ちょっとこの旅はね、ある程度執着するまで続けたいなと思っております。で、今回のものなんですけども、ソニーの DVP-FX860DD というね、だいぶ昔のやつでございまして、こちらセレクター不良ですね。なんかワンセグしか見れないらしいです。で、1100円という金額で買ってるわけですね。で、セレクターっていうのは多分この辺りのどっかにあって、まあ、この、いわゆる、あれですね、ワンセグのこの線によってワンセグしか見れねえっていう、状態になってるんじゃないかなと思います。セレクターエラーだけだったら、きっと中の基板の何かが外れたんだろうなと僕は踏んだので、じゃあ直せんじゃねっていうので、今回ね、買ってきたわけであります。だいたい中古相場はですね、オークションとか見てると約3000円から2000円ぐらいかな。ジャンクだったらまあ1000円ぐらいで、メルカリでもなんか1000円で売ってるな。マジか、マジか。あ、ちょっと違うやつかな。いや、一緒か？いや、ちょっと違うな。ちょっと前のやつとかね、1000円ぐらいで売ってるけど。でもだいたいそうですね、やっぱ2000円から3000円、いいものだったら4000円とかしてますけどね。そんな感じじゃないかなと思います。では早速ね、状況をもう一度確認していきたいと思います。こんな行動のね、巻き方するハードオフさん、初めて出すわ。断線すんじゃん、そんなことしたらさ。大丈夫？断線とかしたらさ、困るじゃん。DVD プレイヤーって出てますよ。DVD プレイ見れんじゃね？あ、漏れなくテレビに行きましたね。ワンセグはね、見れることが確認できたんですけど、ここにセレクターがあって、セレクタースライドするとモードはね、変わるはずなんですけど、このセレクターがほらグラグラなんですよ。多分中の爪かなんかが折れてんじゃないのかなと私は判断してます。ちなみにどうでもいいんですけど、ここに USB 挿すとこがあって、これ多分アンテナかな、エグジットアンテナ ANT って書いてるんで、そうなんだと思います。ではですね、早速ちょっと分解して状況をね、探っていきたいと思います。今回はね、絶対簡単だと僕は思ってるんですよね。あ、誰か、しかもこれ分解してるな。ビスが足んねえ。ビスが足りてねえわ。ここ取れたまんまだし。よし、あれが。分解はされてないね。分解はされてないけど、途中で分解を諦めたとかあるね。ここにビスがあるわ。このビスがなくて、開けられなくて諦めた感じだな。OK。はい。OK。なんか早く終わりそうな気がする、今回は。折れた跡があるぞ、折れた跡が。ああ、これが折れたんだな、やっぱり。これが折れたんだ。これが折れたから、入力ができないっていう感じだな。なるほど、なるほど。じゃあ、それを何とかしてやったらいいのか。とりあえず、これ外すか。し、取れた。そうだね。これやっぱりここの、見るかな。セレクターはね、ちゃんとほら、あるんです。カチカチ入れてるんですけど、このセレクターに、届くはずの、このレバーですね。このレバーが、先っぽが折れたことによって、ずっとテレビの方にこう入力が入ったままになってたっていうことだと思います。はい、いうことでね、無事、ちゃんと DVD もね、USB もちゃんと読み込んで、再生してくれるようになりました。で、今回はですね、まあ、開封はして、開封開けるまでは行ってなかったけど、まあ、ズボンずらすとこまで多分やったみたいで、途中で多分やめたのは、さっきの開封したかどうかを、確認するシールね。あそこで多分ビス見つからなくて途中でやめたんだと思うんですけど、前の人がね、結構、頑張ってですね、ビスを開けたり閉めたのかわかんないですけど、開けて振ってみたら、こんなたくさんのね、破片が
出てきました。全部ビスの受けです。でよくよく見てるとこのスライダーのね、これピント合うかな、これスライダーのあれなんですけど、この片方のねこっちの部分が欠けてるでしょ、これめっちゃもろいんですよ。まあプラリペアとかで固めてもいいけど、多分また外れ、まあ、こっちが取れるんじゃないかな今度と思ったんで、もうピンセット作戦が一番硬いなと。で実際僕これでワンセグ見ることないんで、あの DVD しか見ないから、まあ、変な話もうワンセグも取ってしまうかなと思ってるレベルなので、ね、もうこれもこのほっとこうかなと思います。あくまで私が使いたいのはギターを練習する用の教材を見るためだけに使いたいので、これでいいんじゃないかなと思います。で再生とかのですね、カタカタ音とかは前の東芝は、ね、ひどかったんですけど、こちら再生中は全然音はそういう動作音は全くしないので、前回よりもね格段にいいですね。でワンセグの時の標準の時はなぜかこう黒縁が結構広がってたんですけど、DVD だとねちゃんとフル画面というか、もうあの画面いっぱいにね再生してくれています。で簡単なスペック最後読み上げておくんですけども、最長6時間の再生が可能ですよと。でやってませんけど画面がこれね回転するんです。これピーってねこうちゃんと回転して1回転するようになってます。でなんか本来は車載にも使えるので車の中でも使ってもいいんじゃないっていう風なところも一応売り出しにはなってみたいですね。画面の大きさは8V 型です。 8V 型になってるみたいです。AVC HD 規格で記録されたディスクは再生できませんって、自分のところの売りなのにね、これをなんとかすべきでしたよね。これが再生できないなんて、はっきり言ってひどいよね。それが頑張って再生できるようにしておいてほしかったよね。時代が違うのかな。はい、ということで、ね、今回はですね、こちらソニーさんのワンセグチューナー内蔵、ポータブル DVD プレイヤー DVP-FX860DT をですね、ジャンクで買ってきたっていうのと、まあ、DVD とかそういう、切り替えできるようにしたっていう動画でございました。修理じゃねえ。状況確認して、改善策を考えたっていう感じです。はい、まあね、この DVD プレイヤー、前の動画の時もそうだったんですけど、使い道ねえっていうご意見やっぱりあるとこなんですけども、私はですね、もう、年を取ってしまいまして、こういうのはね、意外といいなと思ってしまう年になってしまいました。根強いこのポータブル DVD プレイヤー、あなたの人生もどこかでね、あれいいんじゃねっていう時が来るかもしれません。ということで、結構安くで販売しているので、もし欲しいなと思った方は、まあ、状態見てね、考えてみてください。よかったら大体1000円とか2000円ぐらいで買えるので、そんな参考になれば嬉しいです。まだこんなね、ジャンク品系の動画とか、まあ、この間 PS5 とかの動画も出したんですけど、いろんな動画出してるんで、もしよかったらチャンネル登録していただいて、他の動画も見に来てもらえると、めちゃめちゃ嬉しく思っております。で、コメントとかの方もしっかり読んでおりますので、もしよかったら、コメントとか評価の方もね、いただけると、嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは、まだ見に来てください。さよなら。